はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。ファクトリーをやっていきましょう。本来ならば、今回の回で終了する予定だったんですけども、ちょっとね、ご要望が多かったので、もう少しね、ロケット打ち上げ後の、展開をやっていこうかなと思います。はい。で、まあ、ロケットをね、引き続き打ち上げていかないといけませんので、それに必要なね、基盤系を、ちょっとね作っていくのを増やそうかなと思います。でそのためにもですね、新たな、銅とか鉄鉱石をね発掘して別の場所で基盤を大量生産していこうかなと思っております。でちょっとですね、コメントの方で、何だったっけ名前が、こちらのクラスターグレネードを使ってくださいということで、ご要望が2つありましたんで、ここでねちょっと別個にクラスターグレネード用の工場を作りました。はい、こんな感じで、ちょっと今ロボットの別のロボットステーションがないんでちょっと光ってますけども、こんな感じでね、わざわざ硫黄も作って、ただね、いよいよ硫酸作るのに必要なんで、まあ、ここで貯めておこうかなと思ってしてます。はい。で、こんな感じで今作っております。で、これも、こんないらないや。こんぐらいにしとこうかな。はい。で、これをね、ちょっと使っていこうかなと思います。またバイターとね、戦うときに。で、ちょっとここら辺広いので、移動を車でするようにしました。はい。ねえ。やっと危ない感じでね、はい、はいで、あっとい、うい、うい、うい、ごめんね、ちょっと、ほんと操作、このね、車の操作やりにくいんですよね。で、ちょっとここら辺のね、鉄鉱石を、発掘するように今回はして、銅も発掘するようにして、まあ鋼材まで作ることができればいいかなと。基板作るのに鋼材いったっけ、いらないですね、いらないから鉄板だけですね。はい、ではやっていきましょう。いやー、本当ならばね、今回で終わろうかなと思ってたんですけども、なんか打ち上げ後の核爆弾を使って暴れていただきたいというね、ミッションをいただきましたんで、暴れてやろうかなと思うんですね。はい、あんなたくさんあった掘削機がもうなくなった。じゃあ取りに行きましょう。まあ、ちょっとあれすればいいんですけどね、要求にしてないんですよね、今回。あんまりなんかロボットをね、働かせないですね、私。ね、せっかくロボットあるのに。ちょっとこの辺置いていきましょうか。はい。さあ、では、引き続き掘っていきましょう。そして、車で移動してないっていう。なんかエビフライみたいな形ですね。よし、ではこれをどういう感じで置こうかな。変、ちょっと変なエビズな形なんでね、ちょっとここにしちゃうと混ざっちゃうから、この辺かな、この辺どうしよっかな。ちょっと大型に切り替えていこうかな。この辺ちょっと邪魔だね。邪魔だね。大型に切り替えてきます。ということで、銅板を送れ。銅板を送れ。と、鋼材を送れ。では、ちょっとさっきのね、中型たちを大型に切り替える作業をしていきましょう。ちょっとね、あまりも邪魔なんでね。この辺も、この辺はいいか、近いから。これだな、ここを。
して、あとはここはいらねえな。はい、続いてでですね、まず前回のこたつワールドニュースで出てはいますけども、ファクトリオ次回からですね、時間帯が8時公開ではなく7時公開での、なりますので、その辺お間違いのないようにお願いいたします。そしていつものこのファクトリオ時間配信している時間はですね、また別のねアドベンチャーゲームを開始いたしますので、またよろしければご視聴お願いいたします。はい、以前やったやつの2でございます、まあアドベンチャーで続くもんって言ったら大体限られてくるんで、あれかなと思う方もいらっしゃると思いますけども、よし、ではこんな感じかな。はい、 OK。 あ、そっか、今電気来てなかったから、あれ全然ロボット来なくなったよ、全然来なくなったよ、なんで、どうした、なんか全然ロボット通ってねえけど、え、どうした、え、いっぱいだからかな、向こうが。まあならいいんだけどさ、サボってない、大丈夫、ちゃんと働いてね。よし、最終後半になったからってボイコットとかやめてね、もうちょっと電気を要求するとかやめてね。うへーい、よし、いいね。でも銅板こんなにいるかなって感じなんですけどね。銅線だけだもんね、今回その基板系を作るんで、これらを作るのに銅線だけなんでね、まあそんなにいらないかなっていう感じですよね。まあだからこんだけでいいかな。でもこうしたのはいいけど、どっちに出そう。いや、ちょっと邪魔だな。もうこの辺、そっか、あれだ、もうあれですね。何これ、え、ちょっと待って、あ、こんな種類あったんだ、木にも。まあいっぱいあるのは分かってましたけど、こんなにもあったんだ、岩の大きさも。すげえ、何これ、ちょっと感動なんですけど。あ、なるほど、種類を同じもんだけ残しておくみたいな感じができるっていうことなんですね。じゃあちょっとこの辺のね、ブロックをもう囲うことは必要ないんで、この辺は。いやー、こん中も安全になりましたね。でもまだまだちょっと広げないといけないんですよね。あの原油をね確保したいので、プラスチック作るように。なのでこの辺もね、いつかちょっとやりたいなと。クラスターグレネードを使ってバンバン攻めていこうかなと思います。ちょっと1個試しに使ってみたんですけど、なんか投げた場所から若干周りに拡散して爆発するみたいな感じでしたね。エフェクトがドガーンドガーンドガーンみたいな連鎖的にね、まあ、そういうのをちょっとよく、私なんていうんですかね、そういう武器系のこと詳しくないんですけど、そういうものが実際にあるのか知らないんですけどね。さ、今ふと思ったんですけど、私搬送ベルトはないですね。じゃあついでにこっちも稼働はさせておこうかな。稼働するのにちょっと近くまで大型を持ってきてもらおうか。若干どの範囲か見えてねえな。そう、6個いけるのか、間空いてるな。もうね、
適当です、置いてるの私で、まあ、この距離なら中型でいいか。 OK、 開いてた。やっぱりじゃあハンスのベルトを取りに行きましょう。いやーいいですね。これあれですね、なんか電気が足りてるからレザタレが動いて電気がなくなったら稼働してくれるみたいな状態みたいです。動いてなかったのはね。はいですね、本当皆さんよく勉強してらっしゃいますね。本当ごめんなさいね、私全然勉強してないですね。勉強するというよりこうなんだろう、やりながら覚える的な感覚なんですよね私いつも。そんな取説を読む前にゲームをプレイしてゲームをしながら覚えるみたいな感じです。こっちか。さあよし、で今ちょっと研究を止めてるのはですね、あの黄色いサイエンスパックがね不足しておりまして、発展基板、発展基板だっけ、青いやつ、制御基板ですねが足りてないので、ちょっと今ためようかなと思って、たまったらこの原子爆弾行こうかなと思います。はい、あまり大きな声で言えませんけど原子爆弾をやっちゃおうかなと。はいね、実際にはいけないですけどね、まあ、ゲームなんでね、ゲームなんで。はい、よく言われるじゃないですか、ゲームの中で暴力的な人は実際にも暴力的だみたいな。どうかと思うんですよね私も。ゲームと現実をちゃんと区別できてるからこそ やるんだと思うんですよね。ただ私の脳みそはゲームも現実もちょっと区別できてないことが最近分かったのが VR ですね。はい、私 VR で動く系をやると酔っちゃうんでねどうしてもちょっと慣れないんですよね、困ったことにね。レースゲーを VR でやりたかったんですけどね、やっちゃうとね私すぐ気持ち悪くなるんですよね、悲しいことに。ちょっとゲーマーとしてすごいショックなんですけどね私。皆さん VR 系体験しました？もしされてない方はですね、ぜひともどっか店舗とか、どっかでたまにねイベントでやってたりしますんで参加してみてください。面白いです。最近ではなんか 8K のこうまあね開発するためのお金を募集するというのもやってましたし、いやーほんとねあれが高画質になったらもうやばいですよね、完全に脳麻痺しますよ。さあこれただ鉄鉱石これだと少ねえな、逆だったらよかったな、こっちが鉄鉱石ぐらいだったらな。じゃあちょっとここのも掘って合流させてぐらいじゃないとなかなかね足んないんすよね。じゃあここにも設置していきましょう。なんで私今回転させた？回転させる意味あったかい？でそうだな、上と下を合流させるからこの辺で鉄鉱石を作って、鉄鉱石作ったら錬金術だね。はい、錬金術はファクトリオではできませんのでね、自動化には
オートメーションにはできるけど錬金術はできませんね。はい、で分配器をね大量に作っておきたいので、で鉱石じゃ鉄板と、あと基板も欲しいんだけどな、基板も欲しいんだよな基板貯めてないもんな、溜まってねえもんな。まあいい、まあいい、まあいいさ、お前たちに頼らずとも私一人でできる。なんてセリフ言ってみたいですよね。一人で何でもできてみたいもんです。人というのは人と支え合って生きていくものなんです。意味わかりませんけども、はい、はい、では鉄板こっちに出すより銅板下に、銅板下でやった方がよかったな。はい、あ、岩は壊れねえや。岩は、オッケー。どうしようかな。ああ、そうだ、埋め立ても欲しかったんだ。埋め立ても欲しかったのよ。まあいいか。こんぐらい。じゃあどうしようかな。この辺に結構多く作りたいので、やっぱこっちかな。こんぐらいを使ってね。なのでこの鉄鉱石たちをグイーンとここに持ってくるようにしようか。あ、そうだ。あれをコピーしてこよう。前あの改築したあのまま使ったろう。いらないものは消していかないとね。こっちです、こっちだ。これもこうだ。これもこうだ。で、コピーをね、するのに計画。さあ、これをコピーしていきましょう。何個ぐらいいるんだろう、これ。何個ぐらいいるんだろう。いやー、でかい、でかい、でっけ。何個いるの ?488。 おー、これはいらない、これはいらない、モジュールはいらない。さすがにモルジュール98個もね、あるかな。あ、95個あるかもしんねえな。あのなんかすんげえ今溜まってんすよね、なんでか知らんけど。なんでか知らんけど結構溜まってきたんですよね。ほらね、なんなんでしょう。そういうところもね、不明なままなので私ダメなんでしょうね。増えた原因、減った原因を探らないっていうね、まあ、多分すごい方はそういうとこも考えてるんでしょうね。ほんと尊敬します。あ、電子炉持ってくの忘れた。マジか。じゃあこれを、いいね、簡単にできちゃうね。どうしようかな。鉄鋼どうしようかな。あ、横にもできるんだ。あー、横に流すのもやってみたいな。じゃあちょっと横に流しちゃおうかな。そう、いきますよ。これでいいよね。こう右に出るようにしておけば、まあいろいろ臨機応変にいけるかなと思うので、はい。さあ設置だ。電気炉も持ってきて、多分持ってきてくれるだろうと思う。じゃあここで電気炉要求しとこうかな、私自身も、はい、いいね、いいね。おお、いいね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 。私の手持ちだけじゃ足りないけどね。
いいねいいね、頑張って頑張って頑張って頑張れ、働いて働いて、いいなぁ、なんか楽だなぁ。やっぱあれですね、一から作るんじゃないから、なんかすんげー楽ですね。さあ頑張って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 、これはもうお任せしたらいいかなとは。じゃあ私はこっちの、あねえよ手持ちが手持ちの高速ハンソベルトがねえよ。さあちょっと手持ち用のを持ってきてくんねえかいやー楽だ、楽ちん、超楽ちん、超余裕っすって感じですねおいいねいいね、もうもうあと、あれ電、あーそうか、電気炉あれだ、オート違う、パッシブ供給チェスト、供給チェストにしてなかったね、ごめんね。電気炉もうなんか微妙に溜まってんすよね、まあ多分制御基板がないからだと思うんですけどね。ピッピピッピ、はい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 、ちょうだいちょうだい、頑張ってね、電気炉いっぱい運んでねって、私自身が持ってくればよかった私自身が持ってくればよかった。あーこの辺も撤去しようかな、この辺も撤去しよう、あーいやこの辺も撤去すれば少しはね、あのスペースが空くんでねえ、やべ電気なくなっちゃったごめん電気なくなったね、はい、でああここのここのここの電気いるのね、ごめんごめんごめん。ゲートがなくなるのは寂しい私の大好きなゲートが、ごめんね、また別のとこに置いてあげるから、あげるからね。でどうしよっかな、お、いいねいいねいいねハインガインのとこがあった、そうだここハインガインなんだわあー私自身が持った、あった持ってた、これであとは電気をつなげればいけるはず。さあではそろそろね、研究をぼちぼち原子爆弾をやっていっとこうかなと思います5000個無理だよ、5000個も黄色無理だよ、ぐらい出てきて、まあ、それまでにね早く制御基板とかを大量に作るようにしてやればいけるかなーなんて希望が見えてくるかなーと思いますよ。ではあと何がいる、あ電子基板ね、電子基板が必要なんです、私電子基板くれませんか、電子基板、電子基板欲しいね、あそうだここ止めて溜めてたんだ、やった最高、私前の自分ありがとう、ね、ここよし、これで鉄板ができますね、はい大量に。で銅板をどこで作ろうかなっていう、これもちょっと上になるけどこの辺に同じように設置してやろうかななんて思うんですが、
こんな感じね。いいんじゃないですか、これ最高じゃないですか。銅と鉄板が近いってすげえいいじゃないですか。ちょっと下にやって、で下の方で作っていこうかなと、ドワーッと流してね。いや、いいじゃないですか。次回あたりからね、本格的に基板を作るための作業を開始できるんじゃないかなと。まあ、プラスチックがないからちょっと難しいけど、プラスチックも作るためにね、あと硫酸も作る、硫酸も作るのに、次回、さらに次回、2つ、次の次あたりにはここのね、原因を確保する戦争をしようかなと。頑張って、もっと頑張って、頑張って、頑張って。みんな頑張って、充電待ちだね、ごめんね、ごめんね、ちょっとご迷惑をおかけいたします。もうしばらくお待ちくださいね。何語を喋ってるかわからないけどね、まあ日本語なんだけどね。OK、これで鉄板もね、開始しますね。いやー、鉄板じゃない、銅板もね。では次回はですね、まあこちらの銅を銅線にしたり、鉄板と組み合わせて、まず基板を作って、電子基板を作って、そっからプラスチックを作るために、やっぱこれが次回、これここで戦争しましょう、次回は。はい、で原油を確保して、プラスチックを作って、でまた発電基板作って、そっから原油で硫酸を作って制御基板を作るという感じにやっていこうかなと思いますね。なのでちょっとでもね、ロケット制御装置を早くできるようにしてやるためにも頑張っていきましょう。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。それじゃまたね。